巨人、山口オーナー、来季のことは真剣に考えないといけない。巨人の山口俊一オーナーが都内で行われたオーナー会議後に取材に応じた。今季ここまで139試合で68勝69敗に分けて4位というチームの戦いぶりについて聞かれると、誠に厳しいですよね。ペナントの奪回、ということを目標にして今シーズンスタートしたけれども、優勝争いに絡むこともできなかったということですから。そういう点ではファンの皆さんには大変申し訳ないシーズンになってしまったと思っていますと話した。今季が3年契約の2年目だった原監督の来季について聞かれると、来季のことは真剣に考えないといけないと思っています。契約についてどう考えるかということも含めて、真剣に考える必要があるだろうという考えですね。今日の段階では何とも言えない。今日この段階で申し上げるのはこれ以上のことは言えないということです、と話すにとどめた。でも原がやるって言ったらやめてなんて言えないんだろ。ガチで解任あるか？口だけはいらねえからな。原解任くるー。重い腰を上げたか。これは辞任の流れかも。解任発表はよ。大本営放置だ。これは解任決定だな。やっと地獄が終わる。原の気持ちは置いといて、とりあえず山口激おこなのは間違いない。真剣に考えた結果、原監督には任期通りもう1年任せたいと思いますってなるやつやん。解任のニュースが出るまでは信じるな。監督以外総入れ替えかも。まあそもそも3年契約結んだのが間違いだったんだけどな。シャンパンとクラッカー用意してくる。真剣に考えた結果、原監督しかいませんでした。3年前から解任願ってんだが、願ってもまだ継続とかないよな。やめてくれ本当に。さすがに原はやめるでしょ。戦力は十分だったし言い訳はできないでしょ。原監督以外の総入れ替えを断行します。さすがにこれで続投とかありえないと思うけど、原とこのオーナーだしな。辞めさせる気ないならわざわざそこまで言及する必要ないし、解任もありえる。真剣に考えた末もう一年お願いすることになりましたというオチ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。